こんにちは、新宿アコースティックアートというライブハウスで、ギター講師をやっております工藤直樹と申します。よろしくお願いします。今回ですね、いきなりなんですが、ハーモニックマイナースケールというのをこう使い方、練習の仕方っていうのをちょっと、紹介してみます。ですね、ハーモニックマイナースケールって、まあ、ハードロック、ヘビーメタルなんかの世界でも、例えばイングヴェ・マルムスティンであるとか、まあ、いろいろ使っておられる方おられますね。ジャズなんかだともう皆さん必ず、覚えて使っておられるんで、非常に、有効なスケールなんですが、これなかなか把握できている人っていうのがいないので、で練習方法なんですが、これもあんまり見かけないんですよね。それぞれ皆さんなんかいろいろやっておられると思うんですが、これ非常に、楽だよ、楽に覚えられるよっていう、まあ、方法があるんで、本なんか見てもですね、フレットボードドーンと書いてあるやつがありますけども、あれだとね、なんか覚える気失せるわってなるんで、ちょっとね、非常にこれ3パターンだけ覚えてもらえば、これでフレットボード全体を覚えられるというか、ことになっておりますんで、ちょっとまあ暇だったらやってみてください。それでは、C のハーモニックマイナースケール解説します。5弦の3フレットコイントがありますね。ここから始めてみましょう。それでは、6弦の8フレットここにドがあります。ではここから、それでは、5弦の15フレットここにもドがあります。ここから始めてみましょう。一番最初に最後にやった、これがまあ一番最初の3フレットからのやつと一緒ですよね。なので、これで一周したということになります。フレットボード、これあとはまあこれをずらしゃいいんですよね。使うときに、例えば A のハーモニックマイナーであれば、ここにも A があるから、3フレット離れちゃうんで結構ね途中が難しいんですけど、で、感じで、こうずらせば使えるわけですね。ということで、今回ハーモニックマイナースケールの、覚え方を説明してみました。それでは。